では第2回目の若者カフェを始めたいと思います。まずは皆さんお集まりいただきありがとうございます。今回も全体の思考進行を務めます、伊藤です。よろしくお願いします。若者カフェは来年度からの静岡県の新たな計画づくりのために皆さんの意見を聞いていく場として今週と来週開催します。と皆さんにはぜひリラックスして参加していただければと思います。と前回の若者カフェで皆さんからその議論テーマの案を出していただいたのをもとに3つのテーマを設定したので、今日はそのグループごとに議論してもらった後に各グループ、最後に各グループの代表者に発表してもらおうと思います。じゃあ、おうかな。話し合いの方入っていきたいと思います。A グループは、テーマが女性を取り巻く環境なんですけど、静岡県で若い女性の県外流出がすごい増えてるっていうのを多分前回、県の方から説明していただいたと思うんですけど、なんかちょっと思ったんですけど、うん、その一次産業が多いっていう、静岡で多いっていうのと管理職が、うん、女性の管理職が少ないっていうのは割と同じというかつながってる部分がある、ね、なりますよね、うん、はい、山田さん、はい、ちょっともしかしたら今の議論の、中核から外れちゃうかもしれないんですけど、はい、その女性の管理職が少ないとかっていうのはやっぱり女性が産休とか育休とかを取った場合に戻ってきづらいっていう状況があって、うん、でそれっていうのはきっと、女性中心で今考えてると思うんですけど、逆に言えば男性がその育休とかを取得しないからだったら育休を取得しないでずっと働ける男性を雇用するっていう状況があって、その男女の雇用形態に結局差があるんですよ。だったら逆に男性がその育休とか、短時間勤務っていう働き方っていうのをどんどんできるようになっていけば女性との差は埋まっていくわけで、私バイト先が店長が女性 でそれ以外のこのリーダーの人とかも全員女性なんですよ。でチェーン店なんで他の店舗で働いてる友達から聞いてみるとほとんど男性なんですよね。店長も男性だし他のリーダーの人も男性っていう感じ で、まあ、比較対象がそこ2つしかないんで何とも言えないんですけど、やっぱり話聞いてたら休みの取りやすさとか学校の授業があるんでとかっていう休む理由とかいうのも結構私の方は楽だったりするんですよね。そうだね。でもちょっと気になったのが藤田さんがこの面接でセクハラまがいのことを言ったって話を聞いて、そのハラスメント関係ってちょっとどうなってんのかなっていうのは掘り下げたいっていうかちょっと考えてみたいなと思います。そうだね、就活の面からとかやっぱまだ2年生だけど3年4年になったら向き合っていかなきゃいけないので、どうしたら防災意識が高まるか考えるっていう話なんですけど、すでに高いと思いますけどね、私たちからしたら。なんか授業でも防災、特に学科なのでそっち系の授業、学科もね、そう、岩田教授とかいるしね。なんかあれ違う授業取ってるはずなのに全く同じ防災のことやってんなみたいな、結構あるので、学科はね、もうアホみたいに言うもんね。アホって言わないでください。さすが地域サステナビリティコースだからそういうことをやらざるを得ないよね。数学科やんないでしょ防災。そうですね、学校でも一応やってたんですけど、うん、夏休みとかになるとなんか宿題で地域の防災訓練に参加しなきゃいけない。参加なんか年に2回どっちか参加すればいいんですけど、両方参加しないとなんか学校で放課後ビデオを見なきゃいけなくて、
みんななんかやっぱり部活行きたいので、ちゃんとどっちかは参加するようにみたいな。なんかうちの地元ね、一回そうなんていうの、伊勢湾台風っていうすごい昔の台風があって、ものすごいでっかい台風があったわけですよ。でその時に、まあ、結構被害が大きくて、岐阜市とかは。でその時にその川が氾濫しましたみたいな感じで、なんかね、海抜みたいな感じで、なんていうの、ここまでそんなに水かさありましたよみたいなね、やつが結構至る所にあって。石碑ってことですか？石碑っていうかね、電柱のところにパッとやってね、ここまで、あ、なんていうの、水位が上がりましたみたいなのがね、結構至る所にあって、あ、面白いなって思った記憶があって、その時小学生だとか中学生の時、小学生の時は絶対背かぶってたから、あ、死んじゃうんだなと思いながら過ごしてた記憶があって。確かに今日の着地点が全然見えない。全然見えないね。そう、どういう結論に達すればいいかよく分かんないもんね。でもなんか硬いなって思います。硬いっていうか、あの川ナビ、あの大屋のもっと奥にあるなんか前災害あったところのその教訓を生かす記念館みたいなところがあるんですけど、そこ行った時もなんか洪水ガイドブックみたいな、ハンドブックみたいなのをなんかお土産でもらえるんですよ。お、中身もなんか堅苦しいなと思うから、なんて言うんだろう、もうちょっとライトに届けてほしいなっていうのはありますね。じゃあまずとりあえず C グループの、まあ、コロナ禍の状況を踏まえた静岡県内の魅力とか価値とかを再発見していこうという、まあちょっとふわっとはしていますがそんな感じのテーマについて話し合っていきたいと思います。まあ、イメージとしては、まあ、別にとらわれなくてもいいんですけど、観光とか教育とかにはなってくるのかなと個人的には思っています。ですけど、うん、その県外の人にその魅力をアピールして理解してもらうことってもちろん重要だと思うんですけど、暮らしとしてその静岡に住んでいる人たちがその魅力を知ってもらうことが大事、まず前提として大事じゃないかなって思いました。うん、静岡に住んでいる人はその魅力をちゃんと理解してれば、ここにその人がもし私たち大学生であれば、もし県外から来た他の同級生の人たちに、その人たちがその魅力を自信持って伝えることができれば、その魅力がより一層伝わるんじゃないかなみたいな感じに思いました。話し合ってでも全然大丈夫ですよ。静岡県の中には、まあ、留学生とか外国人が多いですね。まあ、他の県が見たら、まあ、静岡県は多文化の県だなと思うように、と考えるように、まあ、交流イベントとかを増やしたらいいなと思います。そうですね、確かに。ああ、なるほど、確かに。今まで結構日本の人っていうイメージ、なんだろう、話し合いになりがちだったんですけど、確かに海外の人っていうのも面白いかもしれないですね。まあ、はい、そうですね。まあ、特に今、コロナウイルスが、まあ、コロナウイルスのせいで、オフラインの、対面の交流イベントが難しくなるんで、まあ、オンラインの交流イベントを増やしたらいいなと思います。でも、前のになっちゃうんですけど、GoTo トラブル結構良くなかったですか？なんか、あ、GoTo ね。新しい意見じゃなくて申し訳ないんですけど、なんか、今までそのコロナ前でもなんか行けなかった、私の知り合いが言ってたんですけど、なんか、コロナ前でも行けなかった、めっちゃ高い旅館、8万くらいする旅館が、なんか GoTo トラベルとかいろいろチケット使って、うん、なんか3万か4万で泊まれたっていう話を聞いて、うん、なんか
そういうなんか地域限定のクーポンとかやっぱあを発行する、うん、あなるほどね、はい、もっとあと学割欲しいですねもっとあなるほど確かにそれ大事だね新規ゲーテンクーポンありがとうございました。また来週水曜日にも第3回目最後の若者カフェがあります。継続して参加していただく方は来週も同じテーマで話し合っていただく予定ですので、今日の意見や議論を振り返っていただき、興味のあるものについては少し調べてみて来週参加していただけると嬉しいです。それでは第2回目の若者カフェをこれで終了したいと思います。皆さん参加ありがとうございました。お疲れ様でした。